ここじゃん、別こ。燃え移るもんないし。じゃあ、星野。今から、これ見える俺。見える今から、夜花火を始めると思います。イエーイ。夜の花火だよ。そうだね。うん。まず、ケーキ好きにさ、噴射系を1個行きたいと思ってるんですが。5メートルヒューする?5メートルヒューするか。ヒュー。どこにあんの?展開口。上だね。ヘイ、ヘイ。ヘイ、ヘイ、ヘイ、ヘイ。これ多分さ、この噴射系はさ、噴射系はさ、なんか慣れてるし、多分俺がジッポで火つけた方がいいだろうね。そうだね。そうか、ちょっと怖いな、これ。まあ多分そんな危ないもんでもないと思うんだけど。ちょっと星野さ、ライトでさ、誘導してくれない、どこら辺に置いたらいいのか。これしてしゃがんでくれると助かる、星野が。あ、もうちょっと来てくれ、欲しい。もうちょっとこっちに来て欲しい。で、それで地面に一回光を当てて欲しい。ギリギリまで。そこか。そう考えると、ここら辺かな?オッケーオッケー。で、そこに置くわ。じゃ行くぜ。重さ強い?ああ、重すぎる。あ、そう?3分ぐらい。ああ、GoPro の位置見てたんだ。ああ、行くぜ。あ、ない。え?カメラだ。じゃあ、花火一発目、行きまーす。どうぞ、行っちゃってきてください。5メートルは結構でかいんだね。5メートルか。うん。あ、やばいやばい。空回る。これ、難しいな、これ。10歩で意外と火つけるの。引火してるし、ちょっと。大丈夫か。つかね。ちょっと待ってね。うん。天下棒持っていった方がよかったかもな。ね。こっち側からつけて一気に置いた方が早いと思うんだよね。うん。行きまーす。はい。早かった。入った。着いた。え、ついてない？ついてない。これついてないっぽいな。ちょっと早かったな。ちょっと天空の寿命が縮まったな。あっち、行きまーす。はい。ちょっと、倒れ、倒れ。今ギリギリファインプレーじゃん。てか今さ、ああ、シビエア並みをさ、やばい大脱出をしたんだけど。ちょっと危なくなかった？ちょっとね、俺髪燃えたかな、思ったら。ベストやべえと思ったんですよ。おべえっつって。こんなんよ、お前は。早かったぞ、ちょっと飛び出すの。で、そこで終わったな。よかったよな。取れた、うん、スマホ。多分。まあ、こっちが取ってると思うけど、うん、表に高かったからさ。一瞬横だったからさ、え、これやべえ。あの草むらもだけど、うん、ファイブはやべえと思って、うん、立て直した瞬間バチッときたんです。あ、やべえと思って。ちょっと8ブンブンいきます。はい。ちょっと8ブンブン星に離れた方がいいかもしれない。これブンブン来る、うん、ブンブン俺すぐ下に投げつけるから。いきまーす。はい。絶対これ向き間違いだね。8ブンブンさ、ブンブンしなかったね。シューンシューンだったね。多分これ向き間違えた。いいか、このままの連続で噴出系やっちゃうか、ね、花火には最後に置いとこう、うん、花火にだけ置いといて、あと次手持ちに変えよう。そうしましょう。これな、ジッポがことごとく向かないからすぐ立てるのがきついんだよな、ね、行きますて、行きますて。はい。吉田がただ火傷するだけになってる。これついたろ、こちらに。これいいんじゃない？鉄砲じゃない？来てない、もしかして。地味を縮めただけ俺。だね。怖っ。うわ。やめてよ、地味を縮めんの。行くよ。うん。これついたろ。おお。おお。いいじゃん、これ。
いいね。おお強いね。強いね。おおいいじゃん、綺麗じゃんこれ。これ今まで一番ベストに取れてたよ。ね、でなんか変に燃えちゃった。あ消えそう。ありがとう。